力すごい入りやすいですね。自然に肩が落ちないですね。すごい上げちゃいますね。すごい血流が良くなってきてます。こっちの方がね、巻きですね。じゃあちょっとずれていただいて、すいません。はい、こっちですね。ちょっと、あ、やっぱここ痛そうですね。はい、痛いですね。力出ちゃいますね。痛いですね。すごく痛そうです。握んじゃいますね、痛くてね。ちょっとじゃあまず伸ばすところから。すいません、硬すぎてもうくっついてきちゃいますね、肩の部分が。どうですか、胸伸びてる感じありますか。はい、はい、痛すぎないですかね。はい、はい、すいません。きつかったですか。大丈夫ですか。はい。はい、気遣う方ですよね。はい。ですよね。あ、肩こりで寝れない時あります。あ、もう肩が辛くて寝れないですね。首とかなんか、はい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 、そうですよね。頭触っちゃって大丈夫ですか。はい、失礼します。少し持たれるっていうか、はい、そうですね、はい、苦手じゃないですか。大丈夫ですか。はい、はい、そういう方はやっぱりこう顎が張っているので、はい、顎ですね。ちょっとこのことに気をつけてみますか。楽にしていいですか。うわぁ、ね、めちゃめちゃ痛いんです、はい、痛いんですけど、まあ、こうあの顔のこわばりが取れると首も楽になるので、こう緊張しちゃうんですよね、うん、なので小顔になる。小顔効果もありますね。エラ張っちゃうんでね、噛み締めてると。ちょっとでも言っておくと結構連動して取りやすくなりますので、ここ痛くなくなってきたんじゃないですか。はい、痛くないです。はい、あ、そこ痛いです。こっちは痛い、はい、疲れが溜まってますね。失礼
変形するので、こちらからですね、ここですね、目の疲れもそうですけど、痛いと思うんですけど響きますね。苦手な痛みじゃないですか。はい、はい、ちょっと辛さありますかね。痛いですね。に回ってもらうにします。息吸って、はい、吐いて、口ポコンと開けてハーッとしてください。もう一回吸って、あーっと吐いて、楽にしますね。さっきよりこう上げやすくなってきたんじゃないですか、うん、はい、はい、まだ痛い多分ちょっと痛みの種類変わってきてますよね。表面が痛いんじゃなくて、こう響いていた人が、はい、表面は和らいできて、はい、中のコリに触れてちょっと痛いって感じかなと思うんですけど、丸さが今なくなってきてるので、はい、痛いですねどうしてもね、こっちは。ただ多分あのこれほぐれてるので、はい、さっきよりね、はい、動いてるので、ごちごちになっちゃってると、もう寝てもお風呂入ってもなかなか取れないんですけど、はい、表面取れてくると、はい、温めてあの寝たりとかっていうした時に、はい、結構自然と取れてくるんですね。あの本来自然の回復力っていうのがあるので、はいはい、あのそのピークを超えちゃうと、自分の回復できる範囲を超えちゃうと、なかなか自分では戻せないんですけど、ある程度こう戻してほぐしてあげとくと、まあ、眠りやすくなりますし、寝れば疲れが取れてくるっていう風になりますので、そうですね、まあ、腕とかも最初よりかなり和らいでるので、うん、痛いんですけど、こう、まあ、いわば効いてる痛みって言いますかね、はい、かなりこう周りも良くなったり、指がね、反らしやすく、最初よりですけどね、はい、痛いんですけど、まあ、あの周りがいいのも分かりますかね、はいはい、動かせてるので、やっぱこう動かせないと良くないだけど、やっぱりそこがあの自分で戻せるラインになりますね。動かせるんだったら動かしてほぐせるんですけど、動かせないとこまで行っちゃうと、やっぱりまずその動かせるようにしてからっていう感じなので、あとはそういうコリコリの体で運動とかしちゃうと痛めちゃったりとかにもなりますので、ね、寝たりもできなくなっちゃうので、疲れすぎちゃうと。どうでしょうか。ちょっと体が全然違う、はい、やばい。こうたと手のこう開いた感じ、本当だ、とかね、もう本当だ本当だ何か違う運動すごい多分そのこの辺取れておくと、ね、呼吸もしやすいので、なんか軽い重かったと思います今まで。パンパンの状態だったんで、ミスタッチとかも、いつもここすごい痛かったんですよ。そうそうそう、硬かったですね。痛いですよね、あそこまで凝っちゃうとすごい、
多分呼吸もしやすくなるので睡眠も取りやすいとか、はいはい、疲れが取れやすい状態になっていると思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルが気に入ったらグッドボタンと高評価をお願いします。あ、グッドボタンと高評価って同じだ。この動画が良かったらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。 See you。 はい、なんか、あ、ありがとうございました。今までにもマッサージ店で行かれてたんですか。はい、はい、あのマッサージ店行ってて、はい、本当に肩こりひどくて、はいはいはい、そうですよね、週に1回とか本当に行ってたんですけど、はい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 、本当に本当に痛いんですよ、いつもただただ痛くて、はい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 、でもこれを我慢すれば効くのかなっていうのをいつも思ってるんですけど、効かなくてまた次の週、はい、ね、次の週、ね、次の週行くんですけど、ですよね、あ、痛いの我慢しない方がそうなん、いいです。あ、痛いっていうのは力入っちゃうじゃないですか、はい、そうするとそれはもう体が拒否してる状態なんで戦っちゃうんですよ、はい、いや、揉む方は硬いからより力を入れるみたいな、ね、まあ、下手な人はですけど、ちゃんと分かってる人だったら、うん、はい、あの抜く方向でうまくやるんですけど、びっくりしました。ただその硬いのに抗うようにグイグイみたいにしちゃうと、はいはい、もう壊しちゃうんですよ。でもより揉み固めちゃうような形になって、でしかもなんか前より辛く感じるじゃないですか。そうなんです。そういう風に変にやられちゃうと、2、3日ちょっとすっごい重いんです。あれ、揉み返しって言うんですけどそういう状態になっちゃってるので、あ、悪循環になっちゃいます。はい、だから今だとそういう変な痛み残ってないですよね。全然ない、軽いです。はい、そういうのが体に合ってるものなんですよ、はい、だから嫌だっていう痛みは我慢しない、はい、今日痛いっていうのあったと思うんですけど、あのその変な痛みじゃないですよね、はい、で、あのしかも最初は痛いけどだんだんそう、はい、経過が良くなっていく、はい、それはいいやつなんですよ。そういうのをちょっと覚えておいて、はい、ありがとうございます。はい、ミクさんは、はい、あのスニーカー好きだそうで、はい、はい、スニーカー好きで、はい、集めてます。インスタグラムやってますので、はい、ミラクルドットサンキューミクって言うんですけど、ぜひフォローお願いします。はい、フォローします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ミクさんのじゃあインスタのリンクを概要欄とコメントに貼りますので、はいはい、そちらからクリックして、はい、見てください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。